吉根さん、やっぱり約束できますか？まあ、私も同じ考えなんですよね。だから私と同じぐらいやれば、私と同じぐらいの暮らしにはなると思うんですよ。でこうゴールは見えてますし、答えは見えてるんですよね。まあ、ですんで、これをやったら儲かる可能性があるかもしれませんとかね、これをやったらなんとかなるかもしれない、再現率 80% ですとかって、そういうのではないですからね。まあ少なくとも動画1万本撮ると、そこにまあ隠居っていう世界が待ってるのかなと思いますし、まあ別の角度で吉谷さんが同じようなことをされていて、やっぱ同じようにね、自由を手にしてらっしゃるわけですよね。で広島でやってる私、鹿児島でやってる吉谷さん、うん、それぞれ申し合わせたわけでもないのに、継続して動画をアップロードするだけ、しかもその動画の1本あたりの再生数ってのは特別なものを除いて、だいたい再生回数100とかですよね。まあ50とかもあるじゃないですか。まあそんなものでいいわけですよ。そういうのでずっと積み重ねていくと、チャンネル登録が3000人だろうが1万人を超えてようが、まあさして違いはないということなんですよ。ただこれが見えてるのにやらない人もいるんですよね。でもっと大変で、もっと効率が悪くて、もっと先の見えないことを一生懸命やってるという例もありますよね。まあ人それぞれかなと思います。でね、なんか私ちょっとね、それを踏まえて考えたんですけども、その依存とかっていうねキーワードで、例えば会社と男の人と女の人、この3点で考えていきましょうか。会社っていうのは人を雇いますよね。でも基本的に生活の安定が欲しいから、人は特に男性は就職するわけですよ。で就職してこの会社にいたら自分に安定をくれるなと思うからいるわけですけども、そう思う人って会社から見ると負担なんですよね。で会社から見るとどんな人がいいかっていうと、あ、この社員が入ってくれたらものすごいパフォーマンス出してくれるから、うちの会社は安定するよねっていう方が欲しいんですよ。だからなんか実力いまいちで会社に依存して、安定すら自分で作れない人が会社に入ってくると、会社はもっと不安定になるんで嫌なんですよね。うん、だから就職したいっていう人はね、まあ全部が全部そうは思えないところがありますけども、就職して安定をその会社に依存する人って結構迷惑になってる点があります。もう元々自分は安定感があって、不安定も乗りこなせますよと、だから私を雇いませんか、あなたの会社の不安定部分埋められますよっていう風な、そんな面接ができるとものすごく会社としては欲しくなるんじゃないかなと思います。まあその上で何かね、実績みたいなもの、例えば動画1万本ありますとかね、チャンネル登録これだけあって、自分で個人でも収益が毎月毎月2、300万上がってるんで、私があなたの会社に入ってあなたの会社のプロモーションを YouTube でやったら、同じように毎月2、300万のあらりをあなたの会社に、提供できますよと。だからそのうちから 30% から 50% くらいのコミッションくれませんかっていうので面接に行ったら、それは通りますよね。で、あと女性の出番です。女性と男性が出会って恋愛なら結婚しますよね。男性が不安定だと思ったら、ちょっと将来大丈夫かなと思って、女性はやっぱり躊躇しますよね。でも男性が、あ、俺ね、今まで動画1万本作ってきて1億円稼いだんだと、これからもう YouTube やめないと思うんだよねっていうふうに、まあ、こんな言い方しないでしょうけどね、そういうのがまあ伺い知ることができたら、女性はそれを男性の魅力の一部として、あ、将来もなんか実績出してくる人すごそうだなと思ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。そして男性から女性を見てもね、この女性は大好きな男性のためにはしっかりと自分の分をわきまえてね、努力をしたりとか、家庭を守ったりとか、それから自分の人生もちゃんと大切に考えてくれる人、まあ、要するに個人としての主体を失わないように、家族ってものもきちんとね、公の部分も、きちんとこなしてくれる人じゃないかなっていうふうに、それまでの生き方で見ることができれば、やっぱりね、選ばれると思うんですよね。でもしっちゃかめっちゃかな人をね、まあ、いくら外見が気に入ってもなかなか、なんかね、生活壊しそうで怖いなと思うんで、ちょっとね、結婚には否定的になるかもしれないですね。恋愛止まりになるかもしれないですね。みたいな、男性、女性、会社っていう3点でね、ちょっとぼんやり考えてみましたけども、じゃあ俺はどうなんだとか思ったら、私はあまり何も考えてないんですよね。なんか本当に本能のままにというか、感情のままに動いてるだけなんでね。一体何を求めて私は人生を送ってるんでしょうか。わかりませんけどね。まあボウフラみたいな人生ですよ。もう本当にね、いいなと思ったことだけやるみたいなね、そっちの方にだけ向かっていくと、まるでね、暗闇に
一条の光がポンと灯った時にそっち向かうなんか虫みたいな感じですよね。あっちが明るいぞと思って虫ブルーンって行くみたいなそんな感じです深みにはまらないようにしないといけないですね。いってらっしゃい。